はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はジェネシス引くべきかどうか、強み弱み合わせて紹介していきたいと思います。まずはジェネシスを引くべきかと聞かれたら、余裕があれば引くべきといった感じかなと思いました。では早速ジェネシス見ていきましょう。今回も例によってスプレッドシートにまとめてきました。それがこちら。はい、ということでいかがでしょうか。ぜひね、抜けや漏れがございましたらコメントで教えていただければと思います。早速見ていきましょう。まずは強みの一つ目、最大火力が 4.8 万というところなんですが、これはですね、やはりスーパー LB アポカリプスジェネシス、ヒット数は27のグループ16と同じ感覚なのでめちゃくちゃ使いやすい。でダメージに関しては3万5000なんですが、スペシャルアビリティを使うことによって威力がプラス1万3000乗ります。3ターンという継続の長さもちょっと魅力的かなと。で威力はプラス1万3000が入るので4万3000の魔力貯める持ちとなっております。続いて剣デバフを持っておりました。通常の LB で 35%、 スーパー LB を使って 40% の剣デバフが5ターン持ちますと。まあこれはいいところでもあるんだけど、そっちかといった残念要素でもあったかなと思いました。まあこれは後ほど紹介します。続いてエレメンタルバースト持ち、まあ最近のキャラクターであればもうアタッカーでこれを持ってないと引かなくていいになってしまうので、まあこのあたりはちょっとインフレを感じてきたかなと思いました。で続いてスペシャルアビリティを使うことで毎ターン MP を9999回復することができます。しかも継続4ターンという長さで、続いてのこちらが継続魔力貯めるなんですが、まずは自分のターンにこちらを使うと、その2ターン後、つまり1ターン目に使ったら3ターン目から魔力貯めるが、まあ、徐々にね、まあ、順々に発動していくような形となっています。ラブレス最終章というアビリティの名前の良さね、いやこれは素晴らしいね。それぞれこのラブレスの序章と、まあ、最終章というこのアビリティ名もまたいいところかなと、むちゃくちゃ素晴らしい。で続いて MP 変換魔法アビリティがこちら、煉獄の叙事詩かな。これを使うことによって MP をまあかける100だ、ホーリーのまあ簡単に言うと非属性バージョンなんですが、魔法じゃないのでリフレクで跳ね返すことができないので、まあ結局単発のアビリティとなってます。まあ連続で使うことも結局ね、 MP 回復が追いつかないからできないだろうけど、まあこの継続の MP の回復と合わせて使うことによって、まあ扱いやすい魔法アビリティじゃないかなと思いました。これはめっちゃ魅力的ですね。続いて常にですね、4回アビリティが使えるアビリティを所持しております。で最後、対人のキラーパッシブが優秀というところで、もともとジェネシスは人に対するキラーパッシブ200なんですが、スパトラを採用することによって人キラーは 75%、 さらに今回のイベントで獲得できる装備、まあ、ジェネシスの服だね、基本的にはもうジェネシス固定の服になると思うんですが、それで人キラー 50% が乗っているので、簡単に幻獣を使わずにカンスト値まで持っていくことができます。なので、その他のキラーを、その他のキラーをアビ枠で補うことができるので、アビ枠の圧迫を避けることができるユニットなのかなと思いました。というのが今回ジェネシスの強みかなと思っております。続いてジェネシスの弱み紹介していきましょう。弱みで言うと、エリア展開を持っていないところ。なんでこれを挙げたかというと、剣のデバフは、一緒に組み合わせるレインが持っているから、ピエンレインが 40% の剣デバフを持っているから、ジェネシスにあってもしょうがないんじゃないのかなと思いました。それよりかは威力アップエリアを持っていた方がパーティーに存在した時にやっぱ役に立つのかなと思いました。まあ今だとレナを合わせるかティナを合わせるかみたいな感じだと思うので、ジェネシスがそこの枠に当たってくれればさらにね、火力をパーティーの伸ばせるんじゃないのかなと思いました。なのでちょっとまあ弱みというか残念だったかなと思いました。で、まあ、MP の枯渇懸念というところなんですが、まあ基本的には毎ターン MP9999 があるんで問題ないんですけど、まあそれを差し引いた時にこの MP の貫突で1100ってちょっと低くないかなと思いました。ちなみにポロンで言うと貫突時1800ぐらいあります、素の MP が。なので、まあ、ちょっとポロンと比較してちょっと低かったかなというところで挙げました。で耐久面に関しては、まあ、最近のダークビジョンズ、アビスにおいても、もうダメージをもらうことが前提になってます。なので、
なんかしら、例えばダメージカット一旦90%とか、まあ分身とか回避率とか、なんかそういう、こう耐久に振ったところが欲しかったかなと思いました。ジェネシスはまあもともとね、そういう耐久をするようなキャラクターでもないから、もうガンガンぶん殴る、周りが見えなくなるまでぶん殴るみたいな、そういうキャラクター性も持っているから、まあ仕方ないのかなと思いつつ、原作再現と信じつつ、まあちょっとその辺に懸念が残るかなと思いました。で、最後はポロンという強豪の存在。火属性のデバフエリアの展開ができて、ロットのデバフもできる、まあ同じ火属性魔法アタッカーというところで、まあちょっとね、この強豪がちょっと強すぎるっていうところもあるのかなと思いました。まあ BS も持ってるし、まあ向こうで言うと、そのやっぱ BS があるから、表に耐久の装備、裏にガチガチの装備みたいなことができると。まあただジェネシスのいいところは、その固定値アップの豊富さっていったところかなと思います。今回先ほど紹介した、まあ、ジェネシスのマントみたいな、服の装備だったり、自身のスパトラだったりとか、まあ、FF7 のキャラクターの、まあ、固定値というか、まあ、リーダースキルを持ったザックスの存在だったりとかっていうのがあるから、まあ、そういうところで差別化ができていると信じたいなと思います。まあ、結局、非エンレインがいるから、ポロンもリーダースキルの恩恵は受けれるんですけど、まあ、そのポロンという強豪の存在が、まあ、ちょっとジェネシスの弱みになってくるのかなと思いました。いかがでしたでしょうか？僕の思いつく強み、弱みは以上といった形になりますが、皆さんの中でぜひ、いや、これはね、ジェネシスの強みですよと、いや、これちょっとジェネシス弱いよねっていうのがありましたら、ぜひコメントで教えていただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃ、またねー。